アレン・バーナード・ウェストはアメリカ合衆国フロリダ州選出の政治家、軍人。所属政党は共和党。2011年以来黒人初のフロリダ州の共和党下院議員だった。ジョージア州アトランタで第二次世界大戦に従軍した父ハーマン・ウェストシニアとアメリカ海兵隊の民間従業員だった母、エリザベス・ウェストとの間で生まれる。兄弟がいて兄は 海兵隊員でベトナム戦争に従軍と彼は軍人家系の家庭で生まれ育つ。彼はグラディコー等学校を卒業及び10年生でジュニア予備役商校訓練課程のプログラム。その後、テネシー大学に進み政治学を専攻し、1983年に学士の学士号を取得し卒業した。その後、カンザス州立大学に進み、 1986年に政治学の修士号を取得。また、アメリカ陸軍式爆僚大学でも、軍事科学や政治理論や軍事歴史なども学んだ。1982年から2004年まで、アメリカ陸軍に所属し、湾岸戦争とイラク戦争に従軍。最終階級は、陸軍中佐だった。2004年に、イラクのタジで米兵によるイラクの抑留者の尋問の、 調査が入ったが、彼も尋問中の行為の調査で、その後、軍を除退した。軍を去った後、家族と共に、フロリダ州に移り、一年間高校で教え、アフガニスタイ国軍の顧問などで2年間、ミルタリー、プロフェッショナルリソーシズインク、軍事産業で働いた。2008年に、フロリダ州第22選挙区から、共和党候補として、下院の選挙に出馬した。しかし、 民主党候補のロンクラインに9.4%の差で敗北した。2010年にフロリダ州第22選挙区に再び出馬した。彼は保守政治行動会議にて発言したことで唯一の若き共和党の黒人系ということでサラペーリンクサの根保守運動のティーパーティー運動の熱烈な支持を受けティーパーティー運動からティーパーティースターと呼ばれた。また、 共和党のリバタリアン系下部組織である共和党リバティコーカサスからも支持推薦される。そして現職のロンクラインに勝利しティム・スコット下院議員に続くティーパーティー運動が後押しする黒人系の共和党下院議員となった。彼は黒人議員連盟のメンバーであり、下院軍事委員会と下院中小企業委員会のメンバーでもある。ありがとうございます。